これなんかね、完全な嫌がらせですね、はいはい、まあ、1700万でそんな大した金じゃないと思いますけど もう本当に嫌がらせなんですよね。こういうイチャモンをつける国だ、だからこういうのはですね、やっぱりまず2つあって、あの中国はそういうふうなこのカントリーリスク、要するに国家としてのリスクがあるんだということを、これを機にやっぱ日本政府はですね、大々的に中国に進出している日本企業の人たちにこう言うということと、もう一つはこういう嫌がらせをやったことに対して日本政府は断固として抗議すべきです。そうですね、こんな嫌がらせふざけんなって言ってね、お前らというか ね日本にね喧嘩を売っとんのかいっていうことを言う、いやこれ普通喧嘩ならそうしますよ、それを言わないでに、これ民間企業がやられたことだからとか言ってるから日本を舐められるわけですよ。こういう嫌がらせをやろうとたら、もうどんなことでも言えるんですよ、もうこれなんか本当ようこんな見つけてきたなっていう話ですね。そうです、本当に。例えば昔大昔ね、こんな話ちょっとあんまり例えてないけど、関ヶ原終わった後に徳川家が実権を握りましたよね、でその徳川家はどうしても豊臣家が気分悪いと、あいつをなんとかやっつけたい、ところがなかなかやっつける口実がないと、でその時にその秀頼がどっかのお寺にそのお寺を寄進、金を寄進してね、方向寺ですね、で国家安康と、国家安康ってよう見たら家康を二つに分けとるやないかと、文字を家康っていう国家安康のね、国家の家と安康の康、つまり家康を二つに分けとる、これは家康を切ってしまえというそういう意味で作ったちゃうんか言ってイチャモンつけて、ありましたね、豊臣家いじめられましたよね、国家安康君臣崩落、はい、だからもうそういうイチャモン近いですよね。お前この日お前露光橋の日に何でも新製品発表しとんねんって思うね。ものすごい例えですね。すいませんごめんなさいね。日本国賓の話が出た。いやでもその通りです、はい、そういう嫌がらせをやっぱりしてくるのに対してやっぱり軍事的な抑止力だけじゃなくて、この経済的抑止力というのをどう高めるのかっていうことをやっぱり大国や中国はそういう国なので、その嫌がらせに対して日本は日本のね、カードをどう作るのかっていうことを考えないと、もうなんかね、もういつまでたったってもうやられてごめんなさいみたいなやり方はなんかもう悔しくてね、そうですね、こんなもん、いちいち言うていったらね、どの日もアウトになりますよ、365日、そう、何回やろうか、必ず何かの日ですからね、本当にそう、あとやっぱりこのソニーって、結局まあこのね、TSMC の関係もありますけど、はいはい、要はこの TSMC をまあ日本に誘致したって、はい、この話って、要はソニーなんですよね。ちょっとこちらもね、ではお話の流れで触れましょう、日台経済同盟強化へというニュースですが、TSMC が日本に新工場という、こちらも続けてね、触れてまいりましょう。夕刊フジの記事によりますと、台湾の世界的半導体メーカー TSMC は14日2022年に日本で新工場の建設に着工し、2024年に稼働を始める方針を発表しました。ソニーグループと共同で熊本県内に建設し、自動車向けなどの半導体を製造する方向とみられています。生産する半導体は最先端ではありませんが、蔡英文総統率いる台湾との日台経済同盟は前進することになりそうです。関係者によりますと、建設費は最大8000億円規模と見込まれ、政府が半額程度の支援を検討しており、衆院選後に編成する2021年度補正予算案に盛り込みたい考えですとなっております。だからこれなんかね、いや一部なんか、いや僕産経新聞でこれコメントしたらなんかいろいろコメントが湧いてたんですが、まずこのTSMC の誘致ですけど、受け入れはソニーなんですよね、はい、だからなんで台湾に金やってんだよって言ってるけど、いやソニーだからって、はい、そもそも、だからいやまずそこをまず基本的なことを抑えて、ソニーが受け入れていくということと、はい、いや TSMC と組むのは信用できないって言うけども、じゃあこの、ね、まずアメリカに TSMC の工場を誘致したのは、ね、トランプ大統領ですよ、いやトランプも信用できないのって、これは変な話をしますけど、だからトランプ大統領もそれで TSMC の工場がアメリカにも誘致されて動く、日本にも誘致する、これ何かって言って、で技術抜かれるとかいう人もいるんだけど、いやじゃあアメリカも抜かれるのって、もうなんかもう、なんていうのかな、まあ、いいんだ